はい、始まりました。はい、始まりました。始まりました。はい、で、今回話すのはですね、僕が小学生の時に起きた、本当にあったエロ怖い話でございます。男の子だったら、精神的に来るなって思う。何その顔、ダメ腐ってんの。今、憑依してるから。まあ、これはね、僕がちょうど小学校2年生、3年生ぐらいの時ですね。なので、まだ2桁いってないね。うん。ちょっとでもいいけどね。早く話してください。待ってるから、待ってるから。上がる時ね、大雨だったんですよ。うん。すっごい。バーって雨降ってて、まあ、すごかったんです外が。その時にちょうどね、水曜日の時間って4次元目で終わるんですよ。うん、そうだ、終わったでしょ。早かった。早かったんですよ、うん、いわゆる昼食ったらおしまいで、友達みんなで帰ろうぜっつってみんな帰ってたんですよ。すげえ大雨降ってる時で、傘舐めながら帰ってた時に、傘舐めながら帰ってたんですよ。傘差しながらでしょ。である男の子が急にこういうこと言い始めたんですよ。ちょっと寄り道して帰んないって言ってた。で、小学生低学年の時って通学路ってあるんですよ。あれ守んなきゃいけないんだよ。うん、だけど、まあ守るわけないじゃん、そんなこと。みんな楽しいことしたいし。そしたらある一人のやつが、ちょっとすごいもの見つけたんだよねっていうの。みんなが、え、何みたいな。ちょっと行こう行こうよ。で、ちょっと道の外れたでっかい駐車場があったんですよ。砂利でできた。2層になってるんですよ。だから柵を越えないといけないの。小学生にしては結構高い層だ、あの柵だったんだけど、みんなでよじ登ってバーンと降りて、みんな準備いいかって言って、みんなこれ前開けてして下見てみっつったら、くっそ濡れたエロ本があったんですよ。無修正のエロ本だったんですよ。まあね、小学 2、3年生の俺たち相当刺激強いじゃん。で、めちゃくちゃ雨降ってるからページもめくれないの。でもみんながさ、必死になってめくるわけよ。うわ、ちぎれちゃった、ちぎれちゃったみたいな。で、僕めちゃくちゃ混ぜてたんで、幼稚園の時から。みんながうわーって見てる、なんか俺もうこうやって見てた。わかる、もう大人な感じで、おーほーほーみたいな感じで、で、まあ行こうぜみたいな感じで、もうそのまま去ってった。そのエロ本を置いてね、ちょうどそのまま道行ったら、最後みんなと別れる道があるんだよ。左折して最後俺一人になる。で、最後みんな住宅の方に行くから一人になるじゃん、大雨の時。俺思いっきり傘をパタッ畳んで、後ろ振り返って走ってんだ、うん、その砂利の方に、うん、すっげえ全速力、うん、俺はそれを手に入れたんだ。その本を、エロ本を手に入れたくて俺ずっとこうやってやったの、うん、お前ら触んじゃねえぞって、破るんじゃねえぞって。そうやってバーって言って、うん、砂利をバーってジャリジャリジャリってなって、うん、で、たどり着いた。うわぁ、巡り合えたんですって。それを俺がランドセルの中に入れた。入れて持って帰ったの。持って帰った。で、こっそりこういう風に入ってって、まあ、母親はまあなんか畳んだりなんかしたりいろいろしたりしてんの、うん、で、俺がこっそりドライヤー持ってきて乾かしてた俺が。でね、本を乾かしてたの。皮をこうやってやるために。で、乾き切ったの、バレずに、ね、うん、乾き切ったの、うん、おし、これで見れるって。で、いろんなページを見たら、まあ刺激が強いわけよ、うん、今でも覚えてるよ。ウェディングドレスでやったーじゃ出ててみたいな感じでさ、もうすげえなみたいな、なんだこの世界みたいな感じでバーって見てて、うん、それを俺は机の一番下の机の引き出し、わかります？分厚い、こうなってる、うんうんうん、あれのこっちの奥に置いてたんですよ、うん、で、別の教科書とか置いて隠してこうやってやったら絶対バレないじゃん。だから俺はそれ1週間くらい楽しんでたんですよ。もう学校から帰るたんびに見て、うん、はぁ、みたいな背徳感がすごかったの、うん、親に黙って悪いことしてる俺で、しかも何このスケベなもんで、しかも小児でしょ。小児だよ、やばいね。僕幼稚園の年中ぐらいから、うん、あの性の喜び気づいたんで。うん、あ、マジですこれ。ある時にバッて帰ってきたんですよ、うん、バッて帰ってきたら、よっしゃ見ようと思って見たらないんですよ。置いてあった場所にないの。置いてあった場所にないの。えっと思って、うん、怖いじゃん、うん、ないので、絶対バレてないのそれ、うん、絶対バレてない。見られてもないし、絶対に、これはマジで本当晴れます、絶対見られてないのに、うん、ないの、うん、怖いじゃん、うん、で、マジって何回も探してもない、うん、もう俺はもちろんそんな親に聞けないし、
そうだね、親に聞けないし、うん、でも絶対いなかったから、もしかしたら神隠しにあったっていう話なんですよ。絶対お母さんだよ。だよね。じゃあ言えないような話たくさんある俺多分。まだ隠してるの。だけど、まあ、後に話すよ。後にじゃあ話して、ゆっくりじゃあ話してくれればいいよ。うん、